天草五郷は、熊本県宇都半島先端の三角から、天草諸島の大屋の島、長浦島、池島、前島を経て、天草上島までを5つの橋で結ぶ機から、上天草市にかけての連絡道路である。1966年9月24日に、開通した。一号郷と三角の瀬戸、三角港付近の空中写真。 1974年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。4つの橋が連続する2号橋から5号橋付近の空中写真。1974年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。仙岩山展望所からの天草五郷の眺望港、前登山展望台からの天草五郷の眺望国道57号の、五橋入口交差点から、浮市三隅町で分岐して、上天草市大屋の長飛騨駅第一号橋で渡り、登る率、交互を経て、大屋の塔を縦断し、 第2号橋で、三越から長浦島、第3号橋で、池島、第4号橋で前島へと経て、第5号橋で、松島町合図へと至る、総延長 17.4km の区間である。天草五橋は当初は、召喚期間39年を見込んだ、有料道路であったが、開通により、天草への観光客が急増し、モータリゼーションの進展なども含めた。 交通量の増大によりわずか9年で召喚を完了して無料化された。1号橋から5号橋の間の国道266号及び路線に重複する国道324号の約 15km のルートは、天草で真珠の養殖が盛んなことから、天草パールラインと名付けられ、1987年8月10日に旧建設省と、 道の日実行委員会により制定された日本の道百選にも選ばれている。また、大屋野島から上島までの間3キロメートル足らずは小さな島図体で2号橋、3号橋、4号橋、5号橋がほぼ連続している。その間の両側の海に大小様々な島が浮かぶ風景は、 天草松島と呼ばれ、日本三大松島の一つに数えられる。天草五教の開通によって、天草島における生活、産業、すべてが変化した。新、天草学によると、それを次の21項目に分けて小説している。熊本県の属する天草諸島は、古くから、 水産や鉱産などの地理的天然資源に恵まれ、入り江で行われる真珠の養殖や農業環境に適した当初群であったが、九州本土の都市圏に接近していながら、離島に共通する問題となっている道路による交通輸送が不可能という条件のために発展が阻害された更新地という悩みを抱えていた。1936年、大屋野島の西方沖合に位置し、 島原湾に浮かぶ吉島の出身で、熊本県議会議員を務めた森樹州は、背中に家紋をあしらった、モーニングスーツを羽織って、県議会の席上で、天草に橋を架けようと発言した。当時の日本の架橋技術は、天草諸島に橋を架けるほどの技術力はなく、森の発言を実現することは到底不可能で、ほらふきの古代妄想郷のレッテルを貼られる。 始末であった。我が郷土天草は、四面海を巡らし、面積884.9平方キロメートル、人口24万人を有する全国有数の一大島諸群であります。島内は、天ともの資源に恵まれ、年間585万貫の水産物を誇る東、シナ海の方向を控え、林産、農産物をはじめとして、2億トンの無塩炭、 投石など豊富な地下資源を算することはあまりにも有名であり、一方、気候音波にして、風光明媚キリシタン巡教の地として、その遺跡は数多く、阿蘇、霧島、雲仙国立公園の中心に位いし、国際観光ルートとしてもその使命は重大であります。しかるに、かかる、物的資源を有しながら、船便による、輸送の制約を持つ離島であるために、 産業、経済、文化、教育等あらゆる面において、逮捕を余儀なくされ、テミオの資源も、美観、景観も広く、天下に利用されないことは一人島民の不幸ばかりで、なく、国家的損失であると申さねばなりません。この離島の更新性を除去し、進んで島内資源を開発し、文化の向上を図るには、 地政的に本土との架境を実現せしめることが最も喫緊の小路であります。このことは、尖閣者によってボに二十数年前から唱えられ、小に夢の佳境としてこれが実現を期したゆえんも実に、ここにあります。この架境の実現の上には、資源の開発はもちろん、人員、物資輸送のスピードアップ等その気をする、経済効果は、大なるものがあり、 天下の絶景、天草松島を眼下に、雄大な雲前を冒険してのドライブは小に世紀の一大遺憾であり、観光客の増加及びその消費する金額も現在に数十倍することは必要であります。特に本家教は、県の有料教として仮設し30年の召喚により、初めて天下の行動となるものであります。かかる、大事業を完成するには、 長年の月日と巨額の経費を要し、しかも高知なる設計と綿密なる計画とさらに、たゆまざる努力等を必要とするものでありますが、我々24万島民、広く、総力を結集して、天草か狂気政会を成立せんとするものであります。天草か狂気政会設立主一書四半世紀を経て、森の描いた、 家境の夢の実現への執念はやがて身を結ぶこととなり、1961年に天草五橋の着工は決定された。1962年8月に着工され、当時32億円の事業費を投じて4年の歳月を費やす大事業で、1966年9月に天草五橋が完成した。天草五橋がある天草諸島は、 雲仙天草国立公園の一角を占める、熊本県の西方にある、東所郡で、四方を、知らぬ日海、有明海、東、シナ海に囲まれた、気候温暖な風光明媚なところで知られる。大屋の島と上島の間に、大小19の島々が点在する天草松島の、島々を眺め、宇都半島先端の三角から天草上島までの5つの、 橋を渡るルート上には、展望台も設置されており、特に松島展望台から見る前島橋と天草、松島の島々と美しい海が調和する、風光明媚なパノラマ風景を見ることができる。また、近くにある、高米登山や千岩山の展望台からも天草、松島と天草五郷を展望できる。高米登山展望台からの夕日の眺めは、 日本の夕日百選に認定されている。天草五郷一号橋の天文橋は、天草松島にある他の四橋とは、離れた北の位置にあり、三角半島と大屋の東北端の間にある、三角の瀬戸と呼ばれる海峡にかかる。ありがとうございます。